尾前崎市で民間企業が計画している大規模な産業廃棄物処理施設について、市は建設の賛否を問う住民投票を今年し12月8日に実施することを決めました。市民の直接請求によって住民投票が行われるのは、県内で初めてとなります。住民投票の対象となるのは、神戸市の企業が 尾前崎市池新田の海沿いに建設を計画している御前崎リサイクルエネルギープラザですこの計画に対しては市民団体が企業側の説明不足などを理由に建設の可否について住民投票を行うよう求め市長に直接請求していましたそしてきょう御前崎市は住民投票をことしの12月8日に実施することを決めました 市民の直接請求による住民投票の実現は県内で初めてとなります投票は参拝施設の建設に賛成か反対の二択を選ぶ方式で投票率に関係なく開票されます御前崎市の柳沢茂雄市長は過半数を占めた意見を尊重するとしていますが 投票結果に法的拘束力はなく、企業側がどう受け止めるのかも注目されます。